はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の公民、貨幣と金融についてお送りします。で、前回はね、そう、市場経済、まあ、あと価格だね、についてやりましたけど、ここではね、貨幣、まあ、お金と金融についてやっていきます。で、穴埋めが全部で10問ありますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらってね、わかんないのがあれば、今から全部穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番から穴埋めの方やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まずですね、まあ資金が不足している人、つまりはお金がね、不足している人と、逆にそのお金に余裕がある人ってのはもちろんいます。これはもう会社単位でもそうですけど、そのね、不足している人と余裕がある人の間で行われる資金の貸し借りです。つまり、余裕がある人が余裕のない人、不足している人にお金を貸すっていう行為があるでしょ。そういう貸し借りのことを、今回のね、タイトルにもなってるけど、金融って言います。金融ってお金の貸し借りです。で、例えば銀行の場合、資金の借り手、つまり借りる人です。で、例えば俺がね、何かをやりたくてお金が足りない、銀行さん貸してくださいとなった場合、俺が借り手になります。借りる側だから。で、貸しての銀行、つまり銀行貸す方でしょ。だから貸す側の銀行に対して、借入額、これ元金って言いますけど、借入額っていうのはもともと借りたお金です。いい？俺が100万もし借りていたら100万返さなきゃいけないじゃんか。でも100万だけ返すのではなくて、それプラス何かを支払わなきゃいけないんです。いい？借りた100万以外に。で、何を返さなきゃっていうか、お金を払わなきゃいけないかっていうと、それが利子です。多分ね、聞いたことあると思う、利子です。これは、例えばその100万円を、じゃあ1年間借りてました。で、その、パーセンテージ、利子率っていうんだけど、それはものによって違うんですよ。銀行によっても違うと思うんで。ただ、そのね、100万円に何パーセントかを計算して、例えば110万円返さなきゃいけないとか、ちょっと上乗せで返さなきゃいけない。それを利子と言います。いいかな？つまり借りた側は、借入額、元金ね、それと利子を支払わなければいけないのを覚えておいてください。で、銀行っていうのは貸し出し先、そのね、俺と今貸してくれたでしょ、この俺の貸し出し先から利子を取るじゃないですか。つまりちょっと儲けますよね、その分で。利子を取って逆に預金者に利子を支払います。これ同じ答えなんで書いちゃいますね。で、預金者っていうのは銀行にお金を預けてくれる人です。これね、よくちょっと勘違いしがちなんですけど、あの銀行にお金を預けるじゃないですか。で、預けて、預かってもらってる、うちらがね、預かってもらってるっていう発想よりも、預けてもらってる側です、銀行は。その預けてもらって、そのお金でこう回すので、いい？中の仕事とかいろいろね。だから、預金者、預けてる人に利子を払ってくれます。まあ、利子はものすごい低いですけどね。何百万って入れておいても、1年間で何千円、何千、何百円とかしか入りませんけど、そういう利子を支払ってもらえるという仕組みになってる。いいかな？で、話変わります。世界の国々のほとんど、これほとんどってのはね、持ってない国があるんでほとんどになってますけど、ほとんどが、ほにゃらら銀行って呼ばれる特別な働きをする銀行を持ってます。すごく大事な銀行です。で、これ何銀行っていうか、これ、中央銀行って言います。世界のほとんどの国が持ってる。もちろん日本もあります。で、その中央銀行なんだけど、日本では、ほにゃらら銀行っていうのがその中央銀行に当たります。で、日本のその銀行の名前はすごくシンプル。なぜなら日本銀行だから。で、日本銀行がそれに当たるの。すごく大事な銀行です。で、この同じ答えだね。で、日本銀行っていうのは、他の銀行とは違っても大事な銀行なんでね、特別な役割をいっぱい持っています。で、その役割から3つ呼び方があるんです。ほにゃらら銀行、ほにゃらら銀行、ほにゃらら銀行と呼ばれています。で、これね、全部ね、これ順番違くても構わないからね。で、まず1個目が、発券銀行と言います。発券銀行。これはですね、千円札、五千円札、一万円札とかで、この紙幣があるでしょ？あのね、500円玉とかじゃない方、紙幣です。で、あれを作ることができるのが日本銀行だけです。
だから特別な役割で発券銀行と言います。紙幣を発券するからね。で、次です。次は政府の銀行と言います。で、これはね、政府に対して資金の、ね、政府の資金を出し入れすることができる。だから政府の銀行です。で、最後、最後は銀行の銀行と言います。これふざけてないからね、真面目だよ。銀行の銀行です。で、これどういうことかっていうと、日本銀行はすごく大事な銀行ね、1個しかないです、中央銀行で。他に銀行っていっぱいあるじゃんか、多分みんなの近所にもあるでしょ、いっぱい。で、その銀行に対してお金を貸すことができるんです。銀行に対してお金を貸すの。例えばここの銀行はちょっと資金が足りなくなってる、じゃあ日本銀行から貸しましょうみたいな、そういうことができるので銀行の銀行と呼ばれています。ね、発券銀行、政府の銀行、銀行の銀行です。これが日本銀行ね、役割です。まあ呼び方だね。で、そのままいきましょう。4番ね、またと同じ答えなんで書いちゃいますね。で、日本銀行の発行する紙幣、さっき言ったようにその1000冊とか5000冊、1万円札とかね、そういう紙幣とか、あと硬貨、その1円玉とか500円玉の方は財務省が発行します。で、そういうお金なんて、つまり500円硬貨とか1000円札みたいなのこと全体を貨幣と言います。かっこ通貨とも言いますけど、でそうやって呼ぶのね。なんだけど、通貨統計、つまりこのね、日本の中で使われている通貨の統計を見ると、紙幣とか硬貨、今言った通り500円玉とか1000円札っていうそのものです。で、そのもの自体のことを現金って言うじゃん、お金のこと。だから現金に、よいしょ、通貨をつけて現金通貨と言います。いいね、現金通貨です。で、この現金通貨っていうのは全体の1割以下なんです。これどういうことかっていうと、日本全体にお金があるでしょ、それの現金、本当にこう現金で目の前で使えるやつです。みんながコンビニ行って払ったりするお金のね、のやつは1割以下。これ7%ぐらいしかないんです、全体のお金の。え、じゃあほとんど、他のお金、ここね、感じた。他のお金何なのって言われると、ほとんどが銀行預金、つまり銀行に預けてあるような、そういうお金です。で、それは銀行に預けてるお金なんで、その預金をね、そのまま使って、そういうお金を預金通貨と言います。で、それがほとんど 92% ぐらいかな、93% ぐらいか、この預金通貨です。で、実際のお金、使える、使ってるお金の現金通貨は1割以下と、これは名前覚えておいてください。で、ちなみにですね、まあ、景気が悪かったりした時にね、銀行の資金量、つまり銀行が持ってるお金の量ですっていうのを変化させます。いい、例えばさっき言った日本銀行あったでしょ、それがいっぱいお金を貸して銀行にいっぱいお金がある状態にしたり、逆にない状態にしたりとか、そういうのを変化させて銀行の貸し出し量を操作します。例えば会社が景気悪かった時に、会社がお金ないんで貸してくれますかみたいななってる時に、そのね、お金を貸す量とかを変えていくの。そういうふうに操作をして、景気とか物価、物の価値だね、に影響を与えようとすることをほにゃらら政策って言います。で、これ何政策かっていうと、お金の貸し借りで景気を変えてるので金融だね、さっきもありました、金融政策って言います。で、これは例えばですけど、さっきのね、例えばあったように、企業、会社がね、今景気が悪いと、お金が稼げない状態、お金が稼げない、でも新しいことしないとダメだと、でも新しいことするにはお金が必要だってなった時に、銀行に貸してくださいって言わなきゃいけなくなる。で、景気が悪い時は基本的にたくさん貸すようにします。なぜなら貸さなかったら潰れてしまうから。で、会社がどんどん潰れたらどんどん景気が悪くなっていく。なので貸し出し量を増やします、操作して、ね、たくさん貸すようにする。で、そうやって景気を良くしていこうと、ね、景気の流れとか影響を与えていこう、そういうのを金融政策というので覚えておいてください。いいかな。では、今回は社会の公民、貨幣と金融についてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回がまた変わるんだよね。次はあれだ、税金だ。そう、税金の話をやっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。
ほんじゃ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。